メニに乗るっていうのが決まってからちょっと楽しみで自分用にブーツ作ってみました。市場にバッチリのスタイルで来ていただいたってことですね。今回この場所でとか、いや今回はこれぐらいとかってなってくると、やっぱりその並べる数って変わってくるんで、できるだけ多くのものを運びたいっていうのは思いますね。最大で1275リッターまで広がるんですね。今お子さんがまだ小さいということでベビーカーも必要だと思うんですけども、折りたたんでそのまますっぽり入れることもできますね。コンパクトなんですけれども、意外と荷室が広いんでファミリーにもぴったりなんですよね。日本全国に1万5000カ所充電スポットがあるんですね。展示会とかご旅行先とかでもほとんど困ることはないと思いますね。じゃあ長距離の移動も安心して出れるってことですね。チャージナウというものがありまして、そこに申し込んでいただくと初年度は無料で、2年目以降は月額2500円で、いろんなところで使えるようになってますよ。で、神戸ってね、山と海が結構近くて坂が多い町なんですよ。パワーとかその辺がちょっと気になるのと、その時の燃費とかってちょっと気になるんですけど、四駆なので走破性も高いですし、モーターの力って発進時からトルクが最大になるんですね。なので坂道ももうスイスイ走っていけますよ。街乗りする場合に往復で20キロぐらいの範囲内であれば十分問題なく EV 走行で行けますね。靴っていうのは機能商品でもあり、ファッションアイテムでもあるっていう、その両方の意味合いがあるので、バランスっていうのをすごく重要視して、僕ブーツ作りをしているんですね。デザインっていう意味でいくと、ミニってその伝統的なルーツがあるじゃないですか。それを今のテイストに合わせて作り込んでますよね。すごくこう魅力的に映ってるんですよ。カスタムっていう部分でもオリジナリティ、自分の好みを反映できると思うので、そういうところにすごく興味がありますね。